タコでも子供残せちゃうっていう。賢い人でも子供を増やす確率が上がると思っていて、今の割と後先考える人って、若い人ね、結婚を躊躇するんですよ。例えばじゃあ大学卒業しました。で、それなりの企業に入りました。で、まあ、手取りが20万円ぐらいです。で、でもこの額だったら奥さんと子供育てるのって難しいよねって考えちゃうわけですよ。で、そうじゃない、何も考えない人が今子供を作るんですけど、で、その、ベーシックインカムみたいなものがあった時って、別に働かなくてもお金が入るんだから、子供作ればいいじゃんって言って、作る可能性が高くなるんですよ。だから、今、何も考えてない人は何も考えてないから子供作ります。で、賢い人は考える、賢い若い人は考えるから子供を作りません。なので、賢い考える人が子供を作るようにして、で、何も考えない人は今までに子供を作ります。っていう一対一にした方がいいんじゃないのって話です。よろしいでしょうか。これ一応説明になってた？大丈夫？はい。ちょっと極端。まあまあ、多少ちょっとね、極端というか、分かりやすい説明をしましたけど。なので、子供作る人がベーシックインカムあろうがなかろうが作るんですよ。なので、賢い後先考える人も子供を作る社会にした方がいいよねっていう話。なんだろうな、例えばじゃあ男女で働いてたとして、で、なんか20万円ぐらいで、手取りがお互いにじゃあその10万円みたいなので、で、じゃあ子供が生まれて奥さんが仕事なくなりますって言ったら、二人の可処分所得が半分になるわけですよ。そうするとやっぱりちょっと今は難しいよねってなって、ある程度出世してから子供作ろうみたいになって、なんか30代で出産みたいになるわけじゃないですか。でも、子供は若いうちからいっぱい作った方がいいわけですよ。だから橋本さんみたいに7人とか作ればいいんですよ。5人だっけ。自分が育てた子供がどうなるか、結果を見てみたい。幸せにできる自信がねえんだよ。経済力と幸せがリンクしているという考え方が良くないんじゃないでしょうか。だからお金がないと社会に不安を感じるんですけど、社会に不安を感じない構造を作れば、もうちょっと子供の未来も期待できるんじゃないですか？幸せがどうとか親が決めることでもない。親が決めることでもないんですけど、親は心配しちゃうよね。僕は日本に、まあ、あんまりいないので、日本をお勧めしても説得力ないと思いますけど。なかなか治安が良くて食費も安いし、で、割と、綺麗な人も多いし、あと、日本人の男性は海外に行くと全くモテないんですけど、日本人の女性って海外でめっちゃモテるんですよ。そういう意味で結婚相手としては、日本人の女性って、結構、ランク高いんですよ。あ、すいません、今宝箱を開けてました。はい。例えば、まあ、アメリカもフランスもそうなんですけど、女性の自己主張がめちゃくちゃ強いのですよ。で、日本の男性って、ある程度、女性が折れてくれることで、成立してる文化圏だったりするんですよ。なので、その文化圏のまま生きようとすると、こう男性の話ね、女の人がフランス人とかアメリカ人になると、長続きする確率はめちゃくちゃ低いです。なので、日本人の男子にとっては、日本人の女性とうまくいく方が幸せな確率は高いんじゃないでしょうか。韓国の女性、ああ、そう、中国の女性はめちゃくちゃ自己主張強いです。びっくりするぐらい高いです。いや、だからね、ほんと中国の男性大変だと思うよ。要は、少子化、じゃなくて一人っ子政策をやったせいで、中国って男の子を産みたい家っていうのが多かったせいで女の人がめちゃくちゃ少ないんですよ。なので女の人がちっちゃい頃からずっとモテまくるんですよ。少ないから。で結婚したいんだったらまずマンション持ってないとダメですよみたいな。もう経済力もあってそこそこ美男子とかじゃないとまず同年代の綺麗な人と結婚できないんですよ。なぜなら女性が少ないから。っていうものすごい競争率の高い社会なんで。本当ね、大変ですよ、中国は。
あ、その理系学部みたいな状況。そう、日本の理系学部みたいな状況なんですよ。あの、言っちゃ悪いんですけど、日本の理系の学部って、その、男子がなんか35人いて女子が5人とかだから、どんな女性でも、そこそこモテちゃうんですよ。まあ、おたさの姫ですね。なので、あの、そんな状況の中戦わなきゃいけないから、その35人の中のトップ5にならなきゃ、付き合えないんですよ。っていうぐらい大変なの。はい、以上です。何の話をしちゃったんだっけ。あ、おぼかたさんとかね。おぼかたさん元気？最近見ないけど。俺、電気工学科だったけど150人いて女は2人だった。そうなんだよね。だから理系って大変だよね。誇張した主張が多いよな。どこが誇張したのか教えてください。日本は女の方が多い気がする。でも、まだ、文系じゃなければ男性の方が多いんじゃないかな。理系はまだまだ男性派閥な気がしますよ。恋とか愛とか関係ないのかな？経済力のある人に恋と愛が発生します。別にあの、貧乏な人に恋も愛も発生するんですけど、経済力がある人に恋と愛が発生した方が得じゃないですか。ネットに自重作用はなくなった。ああ、そうなんだ。まあ、しょうがないです。平均化するんで。数年前にやっと一人子生活するけど、やべえと気づいた。うん。まあ、手遅れだけどね。日本の馬はネチネチしてる。いやだからね、ほんと他の国と比較した方がいいよ。日本は全然まともですよ。あの、他の国の女性の方がほんと大変ですよ。まあ、フィリピンとかだったら、まだ日本よりは楽かもしれないですね。あの、男性上位の文化圏のところ。だ東南アジアはなんとかなるかもしれないけど。いや、ほんと、先進国の女性は大変ですよ。経済力に惹かれるのは正しい気がしてきた。まあ、なんだろうね。愛と恋はなくなるけど、経済力はなくならないからね。フィリピンパンめっちゃ楽しいのはそのせいかもしれんけど。私はなんか女子は男の方がいい。そうなんですよね。あの、女の人って女の人嫌いですよね。日本の場合。まあまあ、でもあの、トヨタ議員みたいな面白い人出てくるんじゃん。一夫多妻制で BI。一夫多妻制は本当大変ですよ。あの、要するにその、女の人、一人、要は一夫一夫制って女の人一人を幸せにしなきゃいけないんですけど、一夫多妻制って幸せにしなきゃいけない女性が増えるんですよ。で、その、まあ、経済的にまあ倍必要って話もあるし、ここの確執に対してどう手助けをする、その手を出すかっていうのもあるので、問題はめっちゃ増えるんですよ。だから結構大変ですよ。トヨタってハーバードいいんでしょ？まあ、あの、そういう意味で学問的にはトヨタさんって優秀だったと思うんですよね。なんで女性議員を増やさないといけないの？増やさないといけないというわけではないのですが、増やした方が、社会の実情を反映する確率が高くなるからです。例えば、じゃあ、その、世の中って、あの、生理になると女性ってパフォーマンス落ちるじゃないですか。で、子供が生まれると仕事できないじゃないですか。したらじゃあ、生理の時の生理休暇とか出した方がいいんじゃねっていう考え方とかっていうのもあると思うんですよ。で、じゃあ、まあ、女性だけ取るのもなんだから男性もじゃあ月に一回休みましょうみたいなのを。でも、それって、女性が休みたい時に休めるような社会にした方がいいですよねっていうところで、50% 以上の票が取れないとそういう法案は作れないんですよ。なので、あの、おっさんたちだけが物を決めると、女性の側の意見とか、こうした方が実は効率がいいよねっていう話が出てこなくなるんですよ。で、社会って男性と女性が半々でできてるわけだから、女性の人たちの意見っていうのも通した方が、社会の問題の解決にはよりつながると思うんですよ。あれ、どこだって、アイスランドだっけ？首相がゲイだったの。だった。いや、ゲイなの。現在経過。そういう意味でその、社会の中にもゲイの人っていうのもいるわけだから、ゲイの人とか、女性とか、その、マイノリティだったり、その、社会の構成比率と同じ形で、あの、国会も構成した方が、幸せになる人の比率は増えると思うんだよね。例えばじゃあ、その、100% アニメファンしか国会議員にいませんって言ったら、
アニメ以外の、その、テレビ番組とかって一切必要ないよね、みたいな話になっちゃうわけじゃないですか。でも、世の中にはその映画が好きだよねとか、テレビドラマが好きでいいじゃんじゃねえよ。だからその、木村拓哉が好きな人もいるわけですよ。だから、そういう、いろんな趣味の人がいるんだから、いろんな趣味が反映するように、国会もいろんな人が、この、また例え間違ったね。ごめんなさい。そう、だから社会の構成員と同じ比率で国会も構成すべきじゃないのっていうだけの話です。大学卒業しました。で、それなりの企業に入りました。で、まあ、手取りが20万円ぐらいです。で、でもこの額だったら奥さんと子供育てるのって難しいよねって考えちゃうわけですよ。で、そうじゃない、何も考えない人が今子供を作るんですけど、で、その、ベーシックインカムみたいなものがあった時って、別に働かなくてもお金が入るんだから、子供作ればいいじゃんって言って、作る可能性が高くなるんですよ。だから、今、何も考えてない人は何も考えてないから子供を作ります。で、賢い人は考える、賢い若い人は考えるから子供を作りません。なので、賢い考える人が子供を作るようにして、で、何も考えない人は今までに子供を作ります。っていう一対一にした方がいいんじゃないのって話です。よろしいでしょうか。これ一応説明になってた？大丈夫？はい。ちょっと極端。まあまあ、多少ちょっとね、極端というか、わかりやすい説明しましたけど。なので、子供作る人がベーシックインカムあろうがなかろうが作るんですよ。なので、賢い後先考える人も子供を作る社会にした方がいいよねっていう話。なんだろうな、例えばじゃあ男女で働いてたとして、で、なんか20万円ぐらいで、手取りがお互いにじゃあその10万円みたいなので、で、じゃあ子供が生まれて奥さんが仕事なくなりますって言ったら、二人の可処分所とか半分になるわけですよ。そうするとやっぱりちょっと今は難しいよねってなって、ある程度出世してから子供作ろうみたいになって、なんか30代で出産みたいになるわけじゃないですか。でも、子供は若いうちからいっぱい作った方がいいわけですよ。なんか橋本さんみたいに7人とか作ればいいんですよ。5人だっけ。自分が育てた子供がどうなのか、一回見てみたい。幸せにできる自信がねえんだよ。経済力と幸せがリンクしているという考え方が良くないんじゃないでしょうか。だからお金がないと社会に不安を感じるんですけど、社会に不安を感じない構造を作れば、もうちょっと子供の未来も期待できるんじゃないですか？幸せがどうとか親が決めることでもない。まあ、親が決めることでもないんですけど、親は心配しちゃうよね。僕は日本に、まあ、あんまりいないので、日本をお勧めしても説得力ないと思いますけど。なかなか治安が良くて食費も安いし、で、割と、綺麗な人も多いし、あと、日本人の男性は海外に行くと全くモテないんですけど、日本人の女性って海外でめっちゃモテるんですよ。そういう意味で結婚相手としては、日本人の女性って、結構、ランク高いんですよ。効率の高い社会なんで、ほんとね、大変ですよ、中国は。あ、その理系学部みたいな状況。そう、日本の理系学部みたいな状況なんですよ。言っちゃ悪いんですけど、日本の理系の学部って、男子がなんか35人いて女子が5人とかだから、どんな女性でもそこそこモテちゃうんですよ。まあ、おたさんの姫ですね。なので、そんな状況の中戦わなきゃいけないから、その35人の中のトップ5にならなきゃ、付き合えないんですよ。っていうぐらい大変なの。はい、以上です。何の話をしちゃったんだっけ。あ、おぼかたさんとかね。おぼかたさん元気？最近見ないけど。俺電気工学科だったけど150人いて女は2人だった。そうなんだよね。だから理系って大変だよね。誇張した主張が多いよな。どこが誇張したのか教えてください。日本は女の方が多い気がする。でも、まだ、文系じゃなければ男性の方が多いんじゃないかな。理系はまだまだ男性派閥な気がしますよ。恋とか愛とか関係ないのかな？経済力のある人に
恋と愛が発生します。別に貧乏な人に恋も愛も発生するんですけど、経済力がある人に恋と愛が発生したら得じゃないですか。ネットに自称作用がなくなった。ああ、そうなんだ。まあ、しょうがないです。平均化するんで。数年前にやっと一人子生活するけどやべえと気づいた。うん。まあ、手遅れだけどね。日本の、まあ、ネチネチしてる。いやだからね、ほんと他の国と比較した方がいいよ。日本は全然まともですよ。他の国の女性の方がほんと大変ですよ。まあ、フィリピンとかだったら、まだ日本よりは楽かもしれないですね。男性上位の文化圏のところ。東南アジアはなんとかなるかもしれないけど。いや、ほんと先進国の女性は大変ですよ。うん。経済力に惹かれるのが楽しい気がしてきた。まあ、なんだろうね。愛と恋はなくなるけど、経済力はなくならないからね。フィリピンパーめっちゃ楽しいのはそのせいかもしれんけど。私はなんだっけ、女子は男の方がいい。そうなんですよね。女の人って女の人嫌いですよね。日本の場合。まあまあ、でもトヨタ議員みたいな面白い人出てくるんで。一夫多妻制で BI。一夫多妻制は本当大変ですよ。要するにその、女の人、一人、要は一夫制って女の人一人を幸せにしなきゃいけないんですけど、一夫多妻制って幸せにしなきゃいけない女性が増えるんですよ。で、その、まあ、経済的にまあ倍必要。私はなんだっけ、女子は男の方がいい。そうなんですよね。女の人って女の人嫌いですよね。日本の場合。まあまあ、でもトヨタ議員みたいな面白い人出てくるんで。一夫多妻制で BI。一夫多妻制は本当大変ですよ。要するにその、女の人、一人、要は一夫制って女の人一人を幸せにしなきゃいけないんですけど、一夫多妻制って幸せにしなきゃいけない女性が増えるんですよ。で、その、まあ、経済的にまあ倍必要って話もあるし、ここの確執に対してどう手助けをする、その手を出すかっていうのもあるので、問題はめっちゃ増えるんですよ。だから結構大変ですよ。トヨタってハーバードいいんでしょ。まあ、そういう意味で学問的にはトヨタさんって優秀だったと思うんですよね。なんで女性議員を増やさないといけないの？増やさないといけないというわけではないのですが、増やした方が、社会の実情を反映する確率が高くなるからです。例えば、じゃあその、世の中って、生理になると女性ってパフォーマンス落ちるじゃないですか。で、子供が生まれると仕事できないじゃないですか。したらじゃあ、生理の時の生理休暇とか出した方がいいんじゃねっていう考え方とかっていうのもあると思うんですよ。で、じゃあ、まあ、女性だけ取るのもなんだから男性もじゃあ月に一回休みましょうみたいなのを。でも、それって、女性が休みたい時に休めるような社会にした方がいいですよねっていうところで、50% 以上の票が取れないとそういう方法は作れないんですよ。なので、おっさんたちだけが物を決めると、女性の側の意見とか、こうした方が実は効率がいいよねっていう話が出てこなくなるんですよ。で、社会って男性と女性が半々でできてるわけだから、女性の人たちの意見っていうのも通した方が、社会の問題の解決にはよりつながると思うんですよ。あれ、どこだって、アイスランドだっけ？首相がゲイだったの。だった。いや、ゲイなの。現在ゲイか。そういう意味で、その、社会の中にもゲイの人っていうのもいるわけだから、ゲイの人とか、女性とか、その、マイノリティだったり、その、社会の構成比率と同じ形で、国会も構成した方が、幸せになる人の比率は増えると思うんだよね。例えば、じゃあ、その、100% アニメファンしか国会議員にいませんって言ったら、アニメ以外の、その、テレビ番組とかって一切必要ないよね、みたいな話になっちゃうわけじゃないですか。でも、世の中にはその映画が好きだよねとかテレビドラマが好きでいいじゃんじゃねえよ。だからその、木村拓哉が好きな人もいるわけですよ。だから、そういう、いろんな趣味の人がいるんだから、いろんな趣味が反映するように、国会もいろんな人が、また例えば違ったね。ごめんなさい。